神秘の島は、フランスの作家ジュール・ベルヌが1874年に発表した冒険小説である。他の日本語タイトルとしては、神秘島物語、ミステリアス・アイランドなどがある。リンカーン島南北戦争の最中、南軍拠点であるバージニア州首都リッチモンドは、ユリシーズ・S・グラント将軍率いる北軍により包囲されてしまった。南軍は包囲網を突破するため、気球で外の南軍と連絡を取ることを計画する。リッチモンド内に南軍の捕虜として監禁されていた北軍の支持者たちは、この気球を奪って脱出することを計画し、1865年3月20日に脱出を決行する。しかし、途中で気球が降下を始め、3月24日に太平洋上のある無人島に漂着する。南緯34度57分00秒西経150度30分00秒、南緯 34.9500 度西経 150.5000 度、マイナス 34.9500 マイナス 150.5000 に位置する。この島は地図にも載っておらず、他の島とも離れ、航路からもかなり外れた位置にあった。救助は絶望的と見た一行はこの島をリンカーン島と名付け、サイラス・ギシをリーダーとして、ここで自活することを決心する。島での暮らしは順調だったが、産卵で仕留められた猛獣が見つかったり、海賊の船が機雷により沈没させられるなど、彼らを危難から救うような不思議な出来事が多発する。そして1868年10月15日に何者かから彼らの元に連絡が入る。その後を追っていくと海底洞窟が現れ、そこには潜水艦ノーチラス号が停泊していた。ノーチラス号艦内にはネモ艦長と名乗る老人がおり、招き入れた彼らに自身と島の来歴を語り、遺言を残して息を引き取る。彼らは遺言通りにノーチラス号をネモの棺として海底深くに沈めた。一方、サイラスはネモから近いうちにこの島が崩壊することを知らされていた。脱出用の船の建造を進めていた彼らは作業を急ぐが、1869年3月8日の夜に、島のマグマだまりと海を隔てていた岩盤が崩壊し、島は水蒸気爆発により一瞬にして吹き飛んでしまう。彼らはわずかに残った岩の上で救助を待つが水と食料が枯渇。しかし、島に漂着してからちょうど4年後の3月24日の朝、グレナバン卿がタボル島に残されたネモの書きつけを発見し、彼らは今日の弾丸号により救助される。故郷に戻った彼らは、ネモの残した財宝をもとに、アイオワ州の広大な土地を買い取り、そこをリンカーン島開拓地と名付けて、開拓に身を投じるのだった。この作品には、海底2万里に登場した、ネモ艦長や、グラント船長の子供たちに登場した、エアトンなども登場するため、グラント船長の子供たち、海底2万里、神秘の島を合わせて3部作とされることがある。しかし、各々の作中で示される年代が矛盾しており、ベルヌも注釈で日付の違いについて、やがてなぜ正確な日付が記されなかったか、お分かりいただけると思う。と書いたが、結局説明がなされぬまま終わった。左からサイラス、エアトン、ジュデオン、ペンクロフ、ハーバート、ナブ以下の日本語表記は、神秘の島、清水忠和訳福音館書店に従う。複数回にわたって映像化されている。そのうち1961年にレイ・ハリーハウゼンの特撮で作られた映画ミステリアス・アイランドは SF 巨大生物の島のタイトルで日本にも紹介されている。1973年にはフランス、イタリア、スペイン合作のテレビドラマエル・イール・ミステリウスとして、かくも長き不在のアンリ・コルピ監督による演出、オマー・シャリフ主演で映像化された。しかしこの作品は、イタリアの名作曲家、ジャンニ・フェッリオによる美しい音楽以外に見るべき、ところのない駄作と評価されている。このドラマは、劇場公開用に再編集され、日本でも、ミステリー島探検、地底人間の謎のタイトルで1976年8月に公開されている。また、カナダ製の TV シリーズミステリアスアイランドは、日本では NHK 教育テレビジョンでミステリアスアイランドとして放映された。海底に万里本編内では、アロナックスたちがノーチラス号に乗り込んだのは1867年11月7日。グラント船長の子供たち本編内では、物語は1864年から開始。ABCD ジュール・フェラによる挿絵、ジュール・ヴェルヌ、ミステリアス・アイランド神秘の島、手塚真一役、集英社文庫、1996年、P115.367。ありがとうございます。